サッカー英語イーストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れてらっしゃる名古屋 FC の代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では本日も尾崎さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は非常に有識者って言われる人が、はい、お越しいただいてるんでちょっと紹介をしてもらえますか。はい、じゃあ本日のゲストを紹介させていただきます。はい、本日のゲストはですね、吉備国際大学シャルム岡山高橋の監督太田真二さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。どうも太田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、いつもこのエゴイストチャンネルで呼ぶ人のこう平均年齢はもうちょっと上なんですけどかなり若い部類だもんですから、逆に緊張してしまって僕がちょっと話しづらいなって、親父のこう育成論とかジジイの育成論とかっていう話をしてるんですけど、ちょっとまあバリバリの現役の若手のこう指導者の方に来てもらうとちょっと僕も緊張しますけど、今日は一つよろしくお願いをします。よろしくお願いします。これ太田さん、やっぱ女子の方にこうずっとこう指導者今長いっていうことを僕もお伺いしてるんですけども、こう指導者女子と男子はほとんど経験はなす、もうやってますよね。あ、それはですね、大学僕吉備国際大学の OB なんですけど、はい、卒業と同時に男子のヘッドコーチ兼女子部が立ち上がったんで、その時に女子が立ち上がったんですか。はい、だから同時に両方やったんで、特に男子の方はフィジカルコーチみたいな立場。ああ、なるほど、はい、なるほど、はい、そうすると、まあ、男子のフィジカルコーチじゃない女子の立ち上げから現時点でその何年ぐらいもう経たれるんですか。そうですね、2000年からですか。ちょうどもう21年目になります。そんなになるんだ。はい、じゃあ女子については超のベテランということで、このさっき前段でちらっと話した名古屋フットボールクラブも女子部がありましてですね、本当に小学生のこう低学年から中学生までを数十人預かっとるもんですから、ちょっと女子のこうちょっとこまごましたことも少しちょっと聞ければなと思ってますので、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、たかし、今日のテーマは、はい、では本日のテーマを発表させていただきます。本日のテーマはですね、創部から13年でインカレ優勝できた理由とはっていう。その創部から13年でインカレ優勝しちゃったんですか、逆に。総部っていう総部の状態をまず教えていただきます。そのこう女子部を立ち上げるよって言った時にサッカー部があったわけじゃないじゃないですか。こうどういう状態でからスタートされたんですか。僕大学4年生で男子サッカー部所属してるのに2人の女の子が練習会に参加してて、はい、で卒業と同時に当時の部長、はい、まあ私の恩師なんですけども、はい、まあ、10サッカー部立ち上げるっていうので7名のスタートでしたね。7名がその大学1年生としてっていうことですか。そうですそうです、はい、でもやっぱ7名でスタートできたのはこう僕からするとサッカーだから11人いるっていうそういう状態ではなくて7名でスタートしたっていうことですか。そうですね、7名、まあ、募集も多分恩師がスカウトをかけて、うんうん、まあ、呼んできた結果7名の選手の中で私は指導させてもらうという、うんうん、はい、13年で、まあ、インカレが優勝できた理由っていうそんなこんなテーマですけども、ちょっと太田さんの方からこうイメージ的にこうプロセスも含めてですけどちょっとお話願いんですか。はい、スポーツ社会学科と同時に先ほど伝えた通り、はい、全国から選手が集まってですね、うんうんうん、それで2008年9年には、まあ、アンダー20代表クラスの子がもう3名から4名で、私も携わったユニバーシアード日本代表も4名ぐらいの選手が来ました。ただ問題は指導者と
そして2つ目がやっぱり公式試合が地方なのでない、まあ、張り詰めた公式試合、うんうんうんはい、まあそういったことで、年間まあ10月ぐらいから、まあ、皇后杯という男子の天皇杯ですよね、はい、の予選が始まるぐらいで、それまでの4月から9月ぐらいまで、うんまあ、中国リーグであるんですけども、10-0ぐらいで勝つ、うんまあ、そんな予選をずっと戦って、ただもう高校杯とインカレに行ったらもう日体大にも 0-3 で負ける、うん、もう1対4で負ける、うんまあ、川澄選手とか丸山選手とかですね、うん、まあそう日体大所属なんですけど、もう何も結果もこうテンパン内容も力発揮できない状態でしたね。なるほどね。あの今の中国リーグっていう、今のこう女子もう男子と同じ9リーグですか、9つのリーグ。そうですね、今はもうそのような形でやっております。そのスタートの立ち上げに近いような状態の時、5、6年でこう土台が出来上がった頃も、中国リーグって何チームぐらいの参加だったんですか。はい、2部はなかったですよ。1部だけで8チームぐらいで、クラブチームの所属の、はい、広島の有名な大子 FC とかですね、木村和さんとかいらっしゃった、はいはいはい、あれの女子版とか藤田レディースとかですね、まあはい、あそうか、大学リーグではなくて、あそこちょっと教えてください。大学リーグ、女子大学リーグはないんですか。ちなみにもうやっぱり今ちょっと数字が正確じゃないんですけども、全国にやっぱり女子サッカーでやってる大学数は、まあ、僕が知ってる限りでも87大学とかそれぐらいのレベルだったので、もう関東関西中心なので、はい、もう中国その頃ですか、その頃の時代で、はい、そうですよね。中国地方にはもう4チーム3チームあるぐらいの話ですね。東海地区なんかないですよね、その頃10年ぐらい前の。そうですね、静岡産業大学さんがありましたけど、静さんがあるか、今やっと中京大学が、はい、あそうですそうです、ちょっと女子サッカー部ね、で今3年ぐらい前まで中京大学の監督をやってた、5年ぐらいやってた人間が今さっきのうちの名古屋市のルミナスを今見てるんですよ。あそうなんですね、はいはい、だからそういう意味では東海の女子の大学リーグって今東邦大学さんあたりがちょっと強くなってきたって聞きますけれども、はいはい、その東海地区の女子サッカーっていうのはやっぱりちょっと低迷してると僕は踏んでるんですね。でうちとかのジュニアユースの年代がそこそこやってくるようになったんだけども、愛知県の高校に行く子はほとんどいないんですよ、うん、ちょっと足に自信がある子がね。だから僕らが後追いができなくて、男子も女子もこう愛知県は低迷し始めてる、サッカー低迷し始めてるな、うん、そうすると今の話、中国地区もやっぱりチーム数が少なくて、今の大子 FC とかいわゆる社会人とかクラブチームも一緒になって8チームぐらいあるっていうこと。そうですね、そこに加入させてもらってましたね、はい、ちょっとこう失礼な聞き方になるかもしれないですけども、女子ってアンダー15の子もそれこそ主婦でね、20いくつとかの子、成人の女性の人とも同レベルでやれるような感覚じゃないって僕は思ってるんですけど、その辺どうですか、体格とか年齢的なものでいくと。当時で言うともう15年ほど前ですけども、もうそういう形でリーグ戦は成り立ってましたね、うん、成り立ってましたよね。はいはい、アンダー15の子も入ってもいいとか。はい、もうそういうふうにローカルルールを設けながらやってましたね。今はやっぱりその吉備国際のこうシャルムあたりが当然その大学生だけですか、基本は。いえ、うちもクラブ化をしたので、なでしこリーグ入りと同時に今社会人の選手も含まれております。あーなるほど、ね、プロ選手もいます。はい、あそうなんだ。でその比率はどうなんですか。あ今ちなみにもう39名中5名が社会人、34名が大学なんで、ほとんどが大学生なんです、ね、ああそうかそうかそうか、はい、じゃあさっきの話すいません、僕は素人なんで前後しますけども、そのインカレを優勝した時のこの状況、その辺のところを少し教えていただけるんですか。最初にインカレ、女子のインカレって言って、これ大学じゃないですか、インカレっていうのは。やっぱその参加数っていうのは
各 地区で何チームって言って、まあ、東海代表2チームとか中国四国代表2チームとかって関東が5チームとかそんな感じでインカレって行われるじゃないですか。何チームだったんですか全国大会は女子。全国でごめんなさいちょっと正確にはちょっと当時は分かんないですけど、はい、まあ32ぐらいいたのかな。ああやっぱ32ぐらいからスタートですか。はい、それで中国地方はまあチーム数も少ないのでもう、まあ、今徳山大学さんが強いんですけど、うんうんうん、はい、まあ当時はもう中国で一番。ただ全国に行ったらベスト4まではそれなりに行けるようになったんですけども、うん、全て日本体育大学に敗れてました。ああやっぱり日体大は女子は強かったんですか。もう女子サッカー界はもう日本体育大学の出身者が指導者になられて、うん、もう日体大ファミリーみたいなもので成り立ってたところが正直あるので、まあそうするとさっき のいろんな意味でこうネットワークができてて選手もこう獲得するのをネットワークがしっかりしとるということですかね。そうですね、もうやっぱり母校にね入れていく仕組みができてるっていうところが、これがやっぱり日体大のやっぱり強さの秘訣はそこはあると思います。環境はどうなんですか。僕は吉備国際大学っつって岡山ですよね基本。はい、その新幹線乗っても通り過ぎる地域なんで僕は。でもなんか最近は作陽高校の、はい、がねこうグラウンドから学校までもう変えてこう大学も強化するなんて野村さん言ってましたけど、はいはい、ね、そういう部分ではこう岡山地区もサッカーの活性化がまた図られるんじゃないですか。そうですね、まあ、昨日の野村先生も親しくさせていただいてて、まあ、今度人工芝2面ね、はい、同時に倉敷市に作ったぐらいですからね。そうで女子サッカーも使えられているので、はい、そういった意味ではサッカー、はい、総監督になられる。そうですね。ねえ、これもちょっと電話で話して尾崎さん作るんよ、選手頼むよみたいな、なんかこうネットワーク広げて宣伝しないといけないからっつって言って、まあ相も変わらずあの人もこうエネルギッシュだなと思って、結構ねお年もまあでもまだ若いかね。でもだから本当そういう意味でいくとこう岡山県がこう活性化されるっていうようなイメージだから、新幹線乗っても今度降りないかなみたいな、ね、ぜひお願いしますもう。ね、でそうそうさっきの32チームで最終的にはこう優勝した時の相手は日体、それこそ日体大には勝ったんですか。いや、ですね、優勝した時はね、日体大がね、大阪体育大学がどこかに負けたんですよ。ああ、なるほどね。それで直接は戦わず、その時は優勝しました。まあでもあれですよね、インカレで優勝するっていうのは、まあ、男子だろうが女子だろうが相当のことだと僕は思うんですけど、こうさっきの選手獲得でベース作りができたって言って、環境はどうなんですか。人工芝とか、これ男子も女子も同じところですか。あ、そうですね、うちもその2005年にスポーツ社会学ができた時に、それこそサンフレッチェ作られた今西和夫さんが教授でいらっしゃったので。あ、なるほど、あ、なるほど。それでまあどっちかというとマネジメントに長けてる方ですので、うん、もう人工芝を大学ともう交渉して作っちゃいましたね。あ、インカレで、たかし、はい、今日のテーマのインカレ優勝できた理由とは言って、こうね、具体的にポツポツポツって言ってこう明確なものがあるようではなくて、今の流れ聞いとるとうんと縁だな。あ、まあそれと太田さんのこう実行力というところにこう なんとなくこう見えてきたな。さすがだな。まあということで、まあ今日のテーマは最初はこういうことで、いろいろこうね、吉備国際のこのシャルムのこう立ち上げから優勝までのイメージとね、なでしこリーグに参加することにもこう強化ということも全部お話伺えたんで、ちょっと参考になりました。ありがとうございました。ということで、高橋まとめて。はい、じゃあ今回は総部からの、まあ、インカレで優勝できた理由と、まあ、いろいろも他の話も
入れていただきましたが、今回これで終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。